ランドサット1号はアメリカ合衆国の地球観測衛星。ランドサット計画の初号機であり、もともとは地球資源技術衛星1号とされていた。ニンバス4の近代化版であり、1972年7月23日にバンデンバーグ空軍基地からデルタ900で打ち上げられた。農業、森林資源、地質、鉱物資源、水、水資源、地理、 地図作成、環境線、海洋学、海洋資源、気象現象などの幅広い分野に関する情報を収集するのための地上観測プラットフォームとして安定して利用できるように金国軌道をとっている。これらの目標を達成するために可視光、近赤外線画像設栄養の3台のリターンビームビジコンカメラ、放射測定画像用の4、チャンネルマルチスペクトルスキャナー、 各地上局を中継して、中央収集局にデータを蓄積するデータ、収集システムなどが搭載された。また、2機の交代域ビデオテープレコーダーを搭載しており、スキャナカカメラのデータを30分まで保存可能で、宇宙機のセンサーにニアグローバルなカバー能力を与えていた。また、フロンガス推進システムと複合された、地平線操作装置、太陽センサー、 コマンドアンテナからなる改良型の姿勢制御システムによって3軸のいずれもプラスマイナス0.7度で姿勢維持が可能だった。段取り、高度、センサーパフォーマンスデータのための通信には 154.2MHz と 2106.4MHz で運用されるコマンドサブシステムや PCM 筐体域のテレメトリーサブシステムが含まれた。台の RBV カメラシステムは リアルタイムとテープレコーダーの両方のモードで 2265.5MHz で通信しており、この時 MSS からの情報は 2229.5MHz からの 20MHz の無線周波数帯域に拘束された1976年、ランドサット1号は、カナダ東海岸の 20km 沖に小さな無人島を発見し、この島はこのことにちなんで衛星の名をとって、 ランドサット島と名付けられた軌道平面の累積採差によって、ほぼ1日中の太陽光へ暴露され、宇宙機が過,過熱となったため、1978年1月6日に観測が打ち切られた。ありがとうございます。